はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は分からないなりに仮説を立ててみることが Amazon 物販を行う上で大切だという話をさせていただきます。今回の話、諸刃な部分がありまして、実際ネット物販含め多くのネットビジネスのコンサルティングやスクールで、全て自己責任だとか自分でまずは考えろという言葉を掲げて、結果的にサポートを放棄している、手を抜いている人たちも多くいらっしゃるわけです。よって今回は仮説を立てることの重要性をお伝えするとともに、そういった手を抜いたサポートをしている方たちに対しても一言物申させていただきたいと思います。では早速話し進めます。我々は何かわからないこと、疑問が出てきたらすぐ誰かに聞けばいいや、質問すればいいやという発想に至りがちなのですが、 Amazon 物販セラーとして独立独歩活躍していくためには、何かわからないことがあったらまず検索してみる、そして自分なりに、分からないなりに仮説を立ててみる、そしてその後テクニカルサポートだったりだとか、コンサルやスクールに入っている方は講師に聞くというプロセスを踏む必要があります。理由は後でお伝えさせていただくとして、もう少しこのプロセスについて分析してみましょう。まず何か疑問点、分からないことがあると言っても、材料はいくつかあるはずなんです。例えばこんなエラーメッセージが出てきましただとか、こういったプロセスで進んでいったら何かしらわからないことが出てきましただとか、この画面で立ち止まってしまいましただとか、こういった目的の作業を行っていてわからなくなってしまいましたといった、いくつかの材料は持ち合わせているわけですから、手持ちの材料を使ってネット検索をしてみればいいわけです。例えばエラーコード5665というのが表示されたら、エラーコード5665でググってみるということですね。これが疑問から検索へのステップとなります。その次、自分が検索してさらにいろいろな情報、もっと多くの材料を手に入れることができたわけなので、その手持ちのより多くの材料に基づいて、こうではないだろうか、こうしたら良いのではないかという仮説を立ててみる、これが非常に重要なステップになっていきます。先ほどのエラーメッセージに例えて申し上げると、エラーメッセージが出てきたからどうすればいいですかではなく、エラーメッセージが出てきたのでそれについて検索してみて、その結果自分はこうすればいいんじゃないか、こうすれば解決するのではないかと考えているけれどもどうですかという聞き方をしていただくのが、自分とすれば最善手かなと思います。要するに何を申し上げたいかというと、エラーメッセージが出たからどうすればいいですかだと、ご自身で思考するタイミングがなくなってしまうということなんです。ではこのプロセスが Amazon 物販を遂行するためになぜ重要なのか、この何でもわからなかったら聞けばいいやという考え方がなぜ致命的なのか、その理由について説明させていただくと、答えは Amazon の流動性に起因しています。 Amazon はルールや画面の表示や手順というのがものすごく流動的に変わります。この数ヶ月だけでも様々なボタンの配置だとか項目の名前が変わりました。ということは、常にわからないものが存在している画面上で作業を行っていく必要があるわけです。例えば以前、出品者 SKU という出品者が自分で任意に入力することができる商品管理番号があったんです。最近セラーセントラルというセラー専用の画面上では SKU コントリビューションという名前に変わっています。試行をしないと出品者 SKU という項目がなくなったけれどもどうすればいいですかっていう話になってしまうんですが、自分がその商品に個別の管理番号を付与したいという目的がはっきりしていると、出品者 SKU がなくなったとは考えづらいので、その代わりになっている項目はどれかということを推測して仮説を立てることができるというわけです。ダーウィンの進化論にもあるように、最も強いものでもなく、最も賢いものでもなく、最も変化に順応できたものこそ生き残るという言葉の通りの状況になります。さて、このような話をしていると、こいつは質問されたくないやつなんじゃないかって思われてしまうことが稀にあるのですが、そんなことは一切ありません。
むしろ私、生徒さんから質問をいただくのものすごく大好きなんですね。だからこそ20年間も教育業界にいるわけですし、ただ何かしら疑問が出てきた時に、検索もせず仮説も立てずに質問をされた際に、目先のことを考えれば私が答えを出したら終わりになるのですが、長い目で見るとその生徒さんがコンサル期間後も独立独歩物販セラーとして活躍していく下地を作る必要が講師としてはありますから、何でもかんでも聞いたら答えをお渡しするのではなくって、こういった考え方だとか答えにつながるヒントをあえてじらして出させていただくということも行わせていただいているということです。さて、ここで全て自己責任だとか、そんなこと自分で考えろと言ってサポートの手を抜こうとしているネットビジネスのコンサルティングやスクールの講師陣に一言物申させてください。生徒さんが疑問に思って質問してくださっているという状況は、少なくともその生徒さんが八方塞がりになってしまっている状況です。自分で考えろよ、自分で仮説を立てろよって言うのは楽ですけれども、そうできないから迷っているという前提条件を忘れてはなりません。本動画で話しているように、手持ちの材料を使って自分なりに検索してみて仮説を立てるというステップが自分で進める人なのであればいいけれども、そもそもそれが全部自分でできるのであれば、コンサルティングやスクールではなく独学でやられている可能性も高いわけじゃないですか。少なくとも生徒さんはコンサルティングやスクールに参加された、高いお金を支払って参加してくださったということは、疑問が独学で進んでいくよりも早く解決する、場合によっては質問できる環境づくりを求めているわけで、そのニーズに対して我々が答えることによってサービスの対価としてお金をいただいているわけですから、自分で考えろ、すべて自己責任で一周せずに、今回私が話したような内容を含め個別のご質問ごとに少なくともヒントになるようなものはお渡しすべきだと思います。さらに言えば、わからないと生徒さんがおっしゃっている場合、何がわからないかわからない、とにかくモヤモヤしてよくわからないという状況も少なからずあるわけです。その場合、検索して仮説を立てようにも、この材料の部分が曖昧模糊としてしまっているので合理夢中になってしまっているということです。何をしようとしてそうなりましたかだとか、どう進んでいったらそうなりましたかだとか、まず生徒さんと一緒に材料を揃える作業を行ってから、その後初めて検索するなり仮説を立てるためのヒントをお渡しすればいいわけで、逆にこの材料すら自分で考えろというのは酷な話ですし、サービスの放棄になり得ます。というわけで、今回はわからないなりに仮説を立てる重要性について話をさせていただきました。最後に、なぜわからないことがあったらすぐに質問をしてしまう方が中にはいらっしゃるのかという、自分なりの仮説見解をお話しさせていただきます。個人的にはアドラー心理学でいう懲罰教育の弊害が絡んでいる部分があるんじゃないかと思います。懲罰教育というのは、その人を褒めるわけでもなく叱るわけでもなくっていう考え方、ただ見守りましょうという考え方なんですが、私、生徒さんのことよく褒めることあるんですよ。よって私はアドラー心理学盲信者というわけではないんですが、この懲罰教育の弊害という部分に関しては共感できる面が少なからずあります。具体的にどういうことかというと、学校の優等生を思い浮かべていただければわかりやすいと思います。優等生のイメージって、何かわからないことがあったら先生に手を挙げて積極的に質問する生徒だったり、先生から言われたことをきっちりこなす生徒だったりするわけです。しかし、それって先生に褒めてもらえるからそうしているという面が少なからずあるんじゃないかと。そして、学生時代、小学校、中学校、高校の12年間でずっと何かわからないことがあったら手を挙げて質問したら褒めてもらえるという環境に肯定していたために、大人になってからもわからないことがあったら何でも自分で思考する前に聞いた方が褒めてもらえるという刷り込みがなされているような嫌いがあると思います。しかしながら、商売の世界って学校の数学の方程式とは異なり、必ず1個の正しい正解があって、それ以外は間違いという状況ではないわけです。
です。A も B も C も正しいんだけれども、その人にとってはこっちの方が最善手かな、だとか、私の今の状況だとこちらの方がベターかな、みたいな形で TPO に応じて最適解が変わっていくような世界です。さらに繰り返しになりますが、Amazon は流動的なプラットフォームになりますから、今まで知っていることだけでは対応しきれない状況に日常茶飯事でなります。手持ちの材料を見比べ半数咀嚼しながら自分なりの答えを見出していくという行動が必要になってくる場面が多々あります。その際にどんなわからないことが出てくるかというのは何せ流動的な世界なので、その時その時によって変わってくるものの、疑問が出てきたら検索して仮説を立てるというこの思考プロセス自体は毎回同じなので、この流れに慣れると何かしら面食らうようなわからないことが出てきてもそれなりに善処することができますよという話です。ちなみにアドラー心理学懲罰教育にご興味ある方は、有名な嫌われる勇気という本の続編、幸せになる勇気という本を読んでいただくとわかりやすいかと思います。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。決して説教をしたかったわけではなくて、むしろ自分もこの流れを常に実践自戒しながら実行しながら Amazon 物販を続けていますので、その情報共有をさせていただいた次第です。最後までご清聴くださりありがとうございます。